ど腕は確かか。ああ、お前もな。はい、どうもニーナです。それではスターウォーズジェダイサバイバークリア後の世界遊んでいきましょう。だいぶね、集中だ。工房の方の探索は進んでいるので、今回はコルサントにね行こうかと思っております。まあ、工房はどうしても広いので、そうだよね、この辺の使ってないやつを使ってみてもいいよな。まあ、工房の探索はちょっとね広いんですよ。地図見ていただけると、もう 98% までいっててもまだね、まだ先があるので、まあ、工房残りは最後にして、まあ、言うてコルサントは狭いんでね、そんなに広いところではないので、一旦コルサントまで飛びましょうか。カル、まあ、特にも話もないよな。ここにいても仕方ない。もうスタートした直後くらいしか行ってないからね。まあ、それでも 86% だから、隠された道は今後どうなる？大丈夫よ。彼らを助ける、シアのために。もちろんよ。寂しいな、シアは人の長所を引き出せた。彼女は私に多くのことを教えてくれた。コルサントは本当の、ね、チャプター1、あそこでしか行ってなくて、まあ、気になるところは多かったものの、あまり探索せずにねストーリーを進めることを重視したので、早いね。BD、調子は大丈夫？本当に残念だわ。マスター・コルドバはとてもいい人だったのになあ。マンティスの世話はそれほど悪くなかったと思うぞ。本気か？コルサントのドッグファイトや帝国軍艦隊のそばを飛んだこと、それから外縁部の星にマンティスを墜落させたこと以外は悪くない。絶対に忘れさせてはくれないんだろうな。ラテロの夕日が1000回、いや2000回来ても忘れん。いた。こんな大きな都市は初めて。ここには大勢が住んでるが危険だ。追われてるんでしょ？そうだ。カルなら大丈夫だよ。肩も大丈夫そうだな。それじゃあ本当にそうなの、カル？あ、そうだ。私のパパは？彼もジェダイだった。でも君の父親であることが一番の自慢だったよ。さて探索しますか。え、あいつこんなとこにも。待てー訓練を思い出す。どの訓練を？このクルーはジェダイが指揮している。お前は万全の状態でいろ。 ISB が総ゲレラの組織に潜入を試みるの、これが初めてじゃない。クローン戦争では俺はお前の一番の部下だった。忘れたか。二重スパイ、彼のクルーとの初作戦を前にデンビックに報告するボード。デンビックは他が失敗したこの状況でボードがうまくやれるかどうか確信できなかったが、ボードには自信がある。悲しいね。収集アイテム4つ?コルさんとも綺麗な街だね。なんだかんだで被弾しちまうぜ。ここ開く?一応セーブしとくか。再開だ。ああ、このギミックだったんだね。わあ、出た。痛い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 。これ思いっきりやったら止めれんのかな。2通までついてくるのこれ。レジェンダリーなんだね。びっくりしたわ。あ、これあれか、能力アップだ。おお、あ、ここリフトではないのか。あと1個どこかに何かがあるっぽい。ここ行ってで、多分コルさんと賞金稼ぎがいるよな。下か、うん、ここにいると思うんですよ。もしもーし、危なっ。バッチリ苦戦しちゃった。もう一つ、少し傷があるビデ。ここも来てないよな。あるね。あとはとここか。アンダーシティミートの方に飛んで、賞金稼ぎもだいぶあれしたよな。あと12、知らんのが12345、倒すべきが4。あと半分いってねえんだ。まだ半分いってねえんだな。なんかおる。君はボス級のやつかい？後悔することになりますよ。逃げても無駄です。こんな大胆な忘れ物ある？俺スティムって10個じゃなかったんだね。いくつあっても困らないよな。わしゃスティムは10個がマックスだと思っていた。でも初見の時はあれもないもんな。宝箱どこにあるかみたいなやつ。ないもんね。いやー難しいってもんよ。リフトなんだここ。乗っちゃったよ。あ、びっくりした。なんか急にカクつくのやめて。フリーズしたのかと思いましたわ。まだ下にも用事あんだけどな。これをどう防げばいいのか教えて。避けれないな。まあ苦手。まあ苦手です。チームをよこしてくれ、BD。どこへのショートカットそれ。ああ、でも1個宝箱回収してないのか。てかまず来るのこっちじゃなかったんだわ。すぐなんかすごいの出てくる。なんだよ狂乱のジョタスってよ。ジョタスリーチ長い。長期戦不利だな。よこしてくれ相棒。ビビティムだ。誰よお前、狂乱してる場合じゃないんだよ。厳重に閉じ込められとったんか。ゴールさんと危険がいっぱいで草っ。上行って宝箱回収って感じかな。多分細かい収集アイテム逃してても 100% はいきそうな雰囲気はあるけども。アイテムボックスが1か。これちゃんと見ればよかったな最初のところ。言うてんな、ビビってセーバーしていくんだけど、なんか明らかにそこそこになってから来てくださいねと言わんばかりのトラップがいっぱい仕掛けられてるからな。コールさんとイズデンジャラスシティ。どっから行くのが一番だ。痛い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 っす。すいませんでした。みんながやられてるのに何をしているのかね。取り忘れた宝箱はこの辺だよね。この上この上ですか。全然分からん。しい池ってこと？あ、取ってないわ。なるほどね。これだいぶ集まった。あと一箇所行けてないのここか。セーブポイントまで戻るか。ここどうなってんの？あ、ここ行けってこと？僕ね。記憶にないな、ここ。この辺だよね。早めに始末して。君はもうないホースか。いてて。わおそういうこと？何が出るかな。アスレチック以外でお願いします。いや、それも地獄やん。それを捕まったら終わりだよね捕まったら終わりだよね悪意すごすぎないかこれ。変えてくるな。こっちだ。踏み込めねえや踏み込めねえや。なんでおとなしくなるんだよ。やるわこの1匹先に倒してしまいたいという心を逆手に取った単性によって。単性ずりーよな。これでよし。コルさんと 100% になったな。オーケー。私の魔法で今のところ安全。ここなら見つからないはず。誰も私たちが戦ってる戦争に気づいてない。それでいいのかも。今のところはそうかもね。でもこの銀河に必要なのは真の革命よ。君が起こすのかい。そうしてほしいでしょ。カル、お話は後でもいい？今は街の音を聞きたいの。で一回戻るか。見てみよう。一回工房戻って、まあ、コルさんとは探索済みになったんで、一旦工房戻りますか。工房最高の酒場に向かうぞ。カタ、今夜の夕飯を選んでいい。好きなものにしね。本当？本当さ。何が好きなんだ？鍋焼き右板がいい。それは作れないね。青パフキューブは？ああ、そうだ。いつものにしよう。グリーズローフだ。美味しくなかったら別の作ってくれる？わかった。でも絶対に気に入るさ。メリー、今の聞いたよね。もちろん。おい、キャビンをうろつくな。石のようにじっとしてろ。なかなかいいスタートだぞ。あなたの栽培のおかげでこの庭を拡張できたわ。やっと庭でかくなった。この種を植えてみるとしよう。初めて見るやつだ。ビリに聞いてみよう。ビリ、どうして研究をやめたんだ？研究所を失ったの。帝国は私の故郷を占領すると苗床を接収して、全ての花、シダ、苗木を根こそぎ奪ってった。それはひどい。さらに悪いことに、奴らは私の研究室を生物化学兵器施設に再利用した。私の全ての研究は今死の手段として使われている。私は協力を拒否して無許可のシャトルで逃亡し、今に至るわけ。そうか、ここなら安全だ。前にも言われたけど、カルが言うと説得力があるわ。多分ここの庭が、新種よ。植えて説明するわ。ここの庭をやると、ここが開いて何か能力が開くって感じだと思うんだよな。いいわね、新しい種植えて、詳細を教えるわ。新しい種なんて持ってる俺。しっかり育つんだぞ。工房スパイカー、名前の通り害獣から守ってくれてかなり美しい。花は最も複雑で美しいけど、トゲが鋭いから遠くから観察するのが一番。もうあったわ、新種。というわけでね、工房探索編でした。工房じゃねえ、コルさんと探索編でしたけれども、ちょいとどうするかわからんな。意外となんかあったわけじゃないからな。敵はいっぱいいたけど、まあ、敵がいたって感じのコルさんとでした。というわけで今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。